皆さんこんにちは、関与体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画ではその考え方があなたの人生を破壊するというテーマでお伝えしたいと思います。普段何気なくですね、思考というのを僕ら使ってますけれど、それがですね実は皆さんの人生を破壊していることが多いんですよね。でこの問題を、しっかりクリアにしないとですね、なかなか開運っていうのも難しいので、今日はそのテーマについてですねじっくりお話ししたいと思いますので、最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り合えたあなた、本当についてます。ということで早速始めてまいります。はい、ということで今日はですねその考え方が人生を破壊するというテーマでお伝えしたいと思うんですが、これはね自分の反省談でもあるんですけれど、とにかく大島はですね昔、善悪白黒っていうのがものすごいはっきりしていた人間だったんですよね。ですから、当時ですねまだ10代の頃ですかね、あの討論番組とか結構やってたんですよ。あの朝まで生テレビとかですね、ああいうのを見てですね、ああこの人の考え方は偏ってるとか間違ってるとかね、あのしょっちゅうやってましたし、あの週刊誌とかねメディアを見て、例えば汚職であるとかね、まあ今話題になってるような政治と宗教の癒着であるとか、そういう話題を見るたびにですねふざけんなこらって激怒してた時期があったんですよね。そんなわけですから、仕事なんかしてもですねちゃんと仕事をしてない人とかですね、ものすごい見る目が厳しいんですよ。でそんな時にですね、実はものすごい事件が起きたんですよね。というのは私がその当時バイトをやってたわけですけれど、そのバイト先でお金がねなくなったんですよ。でもちろん私は何も知らないわけですけれど、なぜかですね私が犯人にされちゃったんですよね。それでなんていうんですかね、簡単に言えばね人を裁くっていう、そういう堅苦しい性格だったんで、私をかばってくれる人が誰もいなかったっていうことでもあるんですけれど、何よりですね人を裁いて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 、正義を振りかざして生きてたもんで、自分も正義で裁かれるような現象がバーンと起きちゃったんですよね。でその時にああやっちまったなって、これ自分が振りかぶった刀がですね諸刃の刃で自分に突き刺さったなって本当に反省したんですよね。で皆さんに考えていただきたいのは、今メディアを見るとですね様々な、話題がありますよね。宗教団体と政治の癒着であるとか、オリンピックに関連するですね汚職問題であるとか、いろんな問題があります。それで皆さんがその当事者であったりね、例えば、その宗教団体の認可を与えるような立場にある人であったりね、あるいはそういう大臣がね、選挙に出た時に投票しないとかね、そういう直接的な関係性であれば構わないんですけれど、正直何の力もないわけですよね。でその中であの野郎ふざけんなってずっとやってると、これが全部自分の身に降りかかってきますよっていうのを覚えておいてほしいんです。それで結局ですね芸能人のスキャンダルなんかもですね、結構週刊誌が未だに売れてるとかですね、ネットニュースでそういう話題が多く流れるっていうことは読む人がいるからなんですよね。でも考えていただきたいのは、スキャンダルを起こした芸能人がいますと、で今そういうスキャンダルとか起こすとですねテレビに出るとあちこちからバッシングを受けてですね、なんであんなやつ出すんだって言って攻撃する人とかいるんですけれど、ただ、あなたが攻撃してその人がテレビ出られなくなったからといってあなたの生活が良くなるとかお給料が上がるとか絶対ないんですよ。つまり誰かが失脚する、誰かが力を失うっていうと、なんか喜ぶような心って結構持ってる方多いと思うんですけれど、でもあなたの人生何も変わってないです。それで逆にですね人を責める、正義でこう人を裁くっていうのを
やってるとですね、何度もこのチャンネルでお伝えしてます通り、潜在意識という領域は主語がない世界なんです。つまりふざけんな、あんなやつ破滅してしまえばいいのに、悪いことやったやつはどうなったっていいんだっていう思い、が自分の潜在意識にバンバン入っちゃうわけですよね。でそれが全部自分の人生に降りかかってきますよっていうのが大切なんですよ。でよくディズニーとかハリウッドの映画見てるとですね、必ず場を盛り上げるために悪役が出てくるんですけれど、最後悲惨な末路をたどるんですよね。例えば地獄に落ちるとかね、悲惨な死に方するとか、もう悪いやつはどうなってもいいんだっていう世界観がもろにその映画に出てるんですけれど、ただそういう情報にこう慣れすぎちゃうとね、悪いやつが破滅するっていうのに喜びを感じるようになるんですよ。で、それがならないとものすごいストレスを逆に言うと感じるんですけれど、先ほども言った通りですね、その人が地位を失ったからといってあなたのお給料が高くなるとか生活がしやすくなるって絶対にないんですよ。で、そういう方々は自滅しますから、宇宙の法則の中で自滅するので、あえてあなたがですねふざけんなってやる必要ないわけですよ。でこれをやった矛先っていうのは全部自分に返ってきちゃうんだというのをとにかく覚えておいてほしいんですね。ですから、今なんかはね、いろいろな問題がメディアに流れてます。別に情報として知るのはいいと思うんですけれど、その捜査がうまく進まない、汚職をやったりね、宗教団体と癒着している人が今もノーノーと権力の座に居座っている、ふざけんなって思うのは、自由といえば自由なんですけれど、ただ自分自身の人生破壊してますよっていうのだけは覚えておいていただきたいと。でそれはこれはね、キリスト教の、聖書っていうのがありますけれどね、復讐するのは神の役目である、つまり自然の法則に任せときなさいと、あなたはあなたであなたの人生を幸せに送った方がいいですよという趣旨の言葉があるんですけれど、まさしくそうだと思うんですよね。ですから、世の中いろいろなことがあると思いますが、それによって心を乱すっていうわけではなくね、自分自身がより幸せに生きられるように日々志していただきたいですし、実際にアクションを起こしたいんであれば、自分がそういう、立場になった時に起こせばいいわけで、今そういう、立場にないという時は、とりあえずね、法の裁きに任せるとか、宇宙の裁きに任せるとか、そういうので、とりあえずは手放していただいて、まず自分の潜在意識を、清らかに保つ、そこをですね、しっかりと認識していただければなと思うんですよね。ということで、私ですね、個人的にこういう失敗談が多いもんですから、皆さんには同じような失敗はしてほしくないなという思いで、今日の動画入れさせていただきました。ということで、今日の動画がちょっとでも参考になりました、あるいは良かったですという方はですね、いいねボタンをグググと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ということで、大島秀明でした。またお会いしましょう。